おはようございます。ゲームボーイアドバンス版ポケットモンスタールビーパート14、14回でございますと。今回はどこから、あれ、研究所に近づけなきゃいけない。とりあえず研究所行ってみようか。俺が持ってるポケモンというと何を、あ、ちょい、あ、グライナがやばい、やばいっつか、もう死んでんもんね。ちょっとね、マイクをね、試しに変えてみました。家にね、今イエティとポッドゲストプロと、プロプロやったかな。あとは、何やったっけ、いろいろあるんやけどね。今回は、ロードポッドキャストでトライ。普通に行けばいいのかな。あれ、デンツデンツデンツデンデデデンデンデデン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 、全然違うけど。ちょっと音量、ゲーム内の音量上げてみて。マイクも音量も調整した方がいいよね。マイクを切り替えるときとか、まあ、フォートナイトやるときとかはヘッドセットにしてとかでやってるんやけど、そうするとそれぞれ適してる音量があるんで、毎回変えた方がいいのかな。勝手に変わんのかな、これ。差し替えたら。そんなもん含めね、今回テストで。もし音量がだいぶでかいとかだったら、どうしよう。それぞれメモしときゃいいか。結構ロードポッドキャスト低音、それ低い音も拾ってくれる。俺声低めなんで、低い音も拾ってくれると、こんぐらい、もうちょっと、まあ低い音も拾ってくれるんで。ただおっと、ちょっと待った。空調、エアコン入れてると、ちょっと厳しいかもしれないね。エアコンで冷やしといて部屋を、それでエアコン切ってやるべきかもしれない。まあ、そんなのも含めてね。とりあえず今回、30分弱、ぜひともお付き合いいただけたら。クリアまでまだ近いようで遠いっちゅうか、なんちゅうか。コントローラーとか触ってる音もね、しっかり拾ってしまうと思うので。結局のところヘッドセットはあったかもしれんけどね。噛みつけてる。ゴー。効果一つ。効果一つ。じゃあ今一つね。今回の一つ。アピュール。逃げ。よーし。ヘリパー、だって。ドンメル。水鉄砲、どうでしょう。炎タイプじゃない、地面炎、そこらへん。もう長らくポケモンやってないからね。バイオレンス。ポケットモンスターバイオレンス。バイオレンス？バイオレットか。ポケットモンスターバイオレンスは、なかなかハードね。ポケットモンスター暴力。暴力バージョンだとね。ちょっと思いつかないけどね。ポチエナ、マグマだ、みんなポチエナ持ってんのかな。まあ何タイプだ、これ今一つなんで。あ、ポチエナ何タイプだ。椅子とかのキーッとこ入っちゃうんやけど、結局はどこ、どうなんやろね。まあヘッドセットでも入ってたと思うんで、ただここまでもしかしたらクリアに入ってなかったかもしれない。周りも
応方向が単一方向性、ん？単一指向性なんだよ。まあまあそんな感じで。おう。おそらくマイクは結構前に来てるんで、俺の感想は。だから、後ろ、マイクの後ろのキーボードとか叩く音は、割と抑えられるんじゃないかなと思うけど、今回コントローラー手元で操作してるんで。2階建ての研究所、さあマグマダンカムのかがりドンメルぐらいな、ペリッパーに変えるか。ついね、2匹目も多分ドンメルやから。あ、ドンメルの進化って何だっけな、なんか後ろに傘乗せてるやつぐらいな。怪力、怪力じゃねえ、怪力でいいや。いいよね。さあ、お願いします。あ、ノーマル悪。ノーマル悪じゃないかな、ぐらいな。違うかな。ピオル、ウデじゃん。もう帰っと。いや、帰ってく。ジグザグマ、そうなる。ここら辺をね、あ、ジグザグマあれか、UED よりも、馬車まで行くか。ここはこういう牛で。格闘。まあ。うん。格闘、ブレイズキー。ポイントがね、ノルウェリー。今一つ。じゃない、今一つじゃないのか。抜群か。ノーマルからね。ノーマルなんで、抜群か。おお、おもわらじゃが入っちゃった。仕方ないがね、ここは一度引き取られちゃう。ありがとう。君のおかげで助かった。俺で言ったらなんだか、このポケモンもらっておく。あれ、あら、あら、ちょっと待って待って待って。どうすりゃいい、帰った方がいいかな。帰ってまた来た。こんな感じで、じゃあ一回戻る。ここら辺も、使えねえか。あ、このパソコン、使えそうね。失いすぎて、ショックから立ち直れへんってね。そのまま早半年ぐらい経ってんのかな。ルビークリアしたらね、また、やりたいな、とは思うんだけどね。ポケセンってないのかな。ペリッパーマイナスか。ヤンキーマンのマグナーシーあるか。全然いいよね。レベル低いやつせっかくなんでね、レベル上げつつ。何で使って、今頃持ってないからね、下下っていけるような感じだったら、ね、ちょっと下ってみてもよろしいかな。でん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 つてんの、キャモメ。多分このマイクが低いとか、なんかしっかり拾うんで、マイクの場合は、リップライスでも、めっちゃうまい。トータルで見るとどっちがいいかっていうね。あれなんやな。これ自体はクリーン。まあ、俺の声がクリーンじゃないんですけど、なんとも言えんけど、マイクとしては、それもすごくいいらしく。ポッドキャスト専用の人に使ってきたらすごい怪しい。これを3年前ぐらい買ったんだけどね、気を使うの忘れてて、今にいた。なんかあれやろ。あれ。ダンツダンツダン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 ツダン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 。カイリー、キーリー、カイチね。昨日は聞こえたけど、ああ、やっとする。ミサイルありそう。ミ
2、3月でいいのかな、3月か4月マジで。ほとんどダメージ減ってんな。最初のダメージが多いのでどんどんダメージ下がっていく感じが、ちょっとランナー雨のってるんでね、身の上かな。強くなったら準備倒してあげる。ポケモンの準備永遠に決まっているんですよ。ちょっと普段と聞く方が全然違うんだ。こう女性を意識した声っていうのがなかったらしい。女性を意識した声、女性の声でもないんやけどね。一人二役三役でこれやっぱ聞き慣れてるから出てくるのがないんやけど、そのセンスはないよ。ぐらいかダメージ2割、3割、まあ、ここは余裕で落とせる。次は、2マクロ、地面、水、違う、地面、水か、じゃあ地面、水、まあ、フレーズキックがあるんでペーパーためれば、まあルンパパ使いたいんだけどね。この見た目がすごいキュート。モノクロ。モノクロってかわいいな。ただ、ブレイズキックマンを出すとモノクロの水の技でいかれてしまうかな。いかれてしまいそうね。グライナーでいくか。とりあえずグライナーで休み。やる気者もありちゃあり。やだ。噛みつく怪力ひるむかな。よし、よし、この感じでよろしく。空を飛ぶかな。いやー、これは空を飛ぶのでペリッパーを、ペリッパーに覚えさせるか。
結構多いサラートを使っちゃうとまたここまで来ないのかな、自分の日。あ、そうだね。あれ、じゃあ2位だ。え、あ、そうなんですか。あ、8、2、3、4、5、6、集まったね。200だっけ、誰か覚えてる。ヘビッパーの秘伝を守るを、残しておきたい気もするけどね。火を隠すなら森の中。人間の観察はない。あ、そうか、フィリッパーは前に置いてもらうか。やる気もなくわざまで残ってんのかな、フィリッパー。先ほどよろしくお願いします。2回怠けろやる気なの欠勤、確かそんな感じだったよね。ドーガース、ドーガース、またドーガースではないかな、またドーガースか。親父ギャグやね、どうしようもないよね。親父ギャグはパッと出てくるよね。ヤングとしてはやっぱりゲームのおじさんやね、ティーのおじさんとして一丸となって頑張っていきたいね。俺ゲームは身の回り、自分の周りで、好きな人も、好きやった人はいるんやろうけど、あんまりおらんのやね、やってる人。これも悩ましい、悩ましいね。なんでネットっちゅうのかな、 YouTube とかでね、ゲーム好きな人とかと仲良くなれりゃいいんやろうけど、なんせ一本に絞ってやってるわけじゃないんで。え、もう何のすごい技術水も買っといてよかろう。現役のガブラも買おう。贅沢に行こう。何でも流しとかでもな、なんやろな、モテるアイテム道具限られてるからね。この町は木の上に家を建てて暮らしている。その際がみんな元気で生き生きとしてる。いや、まあ、あんま関係なさそう。あんまっちゅうか一つも関係ない。時々窓の外から虫が入ってくるんですよね。全然木の上やなくても本当に、これいなくなっちゃう。ただ、まあ、深くの風です。お買い物、施設で、まあ、お金がな、余分なお金、なんか、秘密基地に使えるようなアイテムが、設定もされている。ジム、ちゃうか。くんくん、焦げ臭い。重ねても、はい。ひわまき。見えない何かがいる。見えない何かがいる。どういうこと？どうするのか。目覚まし真珠、目覚めのパワーとかか、そういうこと。目覚めるパワー、何がいいやろ、一番上に。ピカチュウ、帰った方がいいのかな。
ードコンサファリゾーン、このジム飛ばま飛ば飛ばす飛ばすなのか、飛ばしてみるか。先なんかスマブラで覚えたとか、なんか若干違う気がする。基本で覚えたとか、さっきスマブラで分かるんで、僕のスマブラで覚えたとか、先とかとかさとか、あ、覚えてなかった、失礼しました。全然覚えなかった。使っちゃったから、まあ、適当にリビル作って、なんかあのセカブ作ってスリービルとかスリービルとか他のスリーブルは別にそんな大した値段じゃないけど、それ使わずに宿を選んでしまうってまさか、うん、惜しいことしない。6000円元800円、うん、確か900円ぐらいか、
やりすぎなり言っときゃいいと。まあ、あのプレイヤーとの対戦ではそういうふうになるけど、とりあえず考える暇があれば生の理由っていうのは、俺はもうポケモンの赤からね、将来一番から学んできた、何も学んでないの、ちょっとそれで言うと何も学んでへんねんけどね。困ったら何もやるの、何も言わんの説明強く頼んでいきたいけど、あう、そっかな、忘れてるやん、多分流れがあったんやな、一旦戻ってみたいな感じなのに、こう日を巻きに来たぐらいで一旦戻ってよく研究施設から行って何かをもらう、違うかな、あとりあえずセーブしとくか、それ以上から今回この辺で時間いくらいなんで、ありがとうございました。お疲れ様でした。